はい、皆さんこんにちは、竹尾でございます。これがですね、レーサーズさんで、周年レースがございます。セパね、勝てるようにやっていきたいと思います。まずデイ1ということで行ってきます。はい、本日のレイアウトですね。そこがスタートの、デジタルドラゴン。ここがまた難しいんですよね。バンクを越えましてスロープ下りのゼロ弱からのバンクからの最後のドラゴンバックで返ってくるんですが、あそこのドラゴンバックもめちゃめちゃ厳しいです。はい、はい、それでは行きます。あ、マジか。しかもレーンも変わってるし、レーンも変わるし。はい、それでは行きます。次のに行きます。あー、もうあれ、なんで5から4に行くの、あれ。はい、行きます。次のに行きます。もう速度出えへんなって、赤なってる。はい、あー、マジか。おかえり。入った。やばやば、ちょっとやば。ごめん、ありがとうございます。ごめんなさい。はい、それでは行きます。次の目に行きます。さあ、準決勝の点で、うわー、危ない。あー、マジか。はい、それでは行きます。次の目に行きます。はい、はい、それでは行きます。次のに行きます。入った、よしよし。あ、待って、下りか。はい、それでは行きます。次のに行きます。はい、行はい、それでは行きます。準決勝1戦目、シグナルに注目。1台、2台、交換後、寺選手と竹尾選手ですかね。左に逸れていった、その車入ってますか。はい、それでは行きます。シグナルに注目。残っているのはこれ3コースのマシン、テラ選手ですかね。はい、それでは行きます。シグナルに注目。見えない見えない。現在先頭はこれは5コースのマシンかな。先頭選手、近い交差点。ありがとうございます。ああ、やばい。ここで残念、交差点。
コースに進みます。完全コースの最大、ね、はい、そのまま行きます。シグナルに注目。はい、来た、ありがとう。ここはね、このコースの高橋選手でシャッターコースだと思いますね。5コースの新戦闘で返ってきて1コース2コースに返ってくるぞ。はい、先頭は高橋選手、回転シャッターコースに次、4周目、ああ、ここでコースタート、ここでマイナーラッシュ、コースに戻ってますね。じゃあ、ここは4コース、先頭ゴールインでした。さあ、新選手、いきます、シグナルに注目。リサンタでございます。どうかどうかよ。サイレース1回目です。シグナル注目。腕全開勝負、速度はそこまで一回変わらないの。フロントブレーキがした。はい、4コース、はい、4コース返ってこれなかった。そして帰ってきたのは4コース、丸尾選手ですね。もう変わった丸尾選手、丸尾選手3コーススタートです。はい、それでは行きます。シグナルに注目。はい、行きます。サイレース1回目、シグナル注目。ちょっと、ミスのブレーキ持ってるんですね。さあ、1着からそれが頑張れ加藤健さん。健さん頑張れ。優勝者のみを決めます。はい。いいですか？ここに残りたかったな。何回かチャンスあったのにな。参加してください。3周年です。サミアレギュレーション優勝決定戦シグナルに注目。うわあ、止めるね。あ、でも速度はいい。おお。わあ、先頭早いな。わあ。お。誰？はい、というわけでございまして、レーサーさんでのね、周年レースデイ1、タミヤレギュレーションの動画をお送りしました。まあデイ1って言ってるんで、まあデイ2もね、あったんですけども、まああの BMAX でね、はい。所要により参加する気満々だったんですけども、参加できなくなりまして、今回はね、デイ1のみの、参加となりました。うん。まあ何回かね、チャンスあったんでね、まあ、勝ちきれなかったなというところでございました。またね、きっと来年もあることでしょうと思いますのでね、その時はリベンジしたいなと思っております。というですね、レーサーズさん、3周年、本当におめでとうございます。僕の家から非常に近いのでね、今後ともお世話になると思いますので、何卒よろしくお願いします。というわけでね、今回は以上でございます。また次回お楽しみに。